田中藤丸、田中藤丸、田中藤丸、豪華2年6月12日、1845年7月16日、明治42年、1909年2月1日は、日本の幕末、明治期の武士、官僚、政治家。異界尺位は、二位、君一等子尺。号は、夢山。名前は、藤丸とも表記され、幕末には、虎三郎。 国の助と称した。明治一新期の著名人物としては、非常に希少な終わり藩士の一人。終わり国名古屋城下出身。慶応三年十二月、1868年1月、新政府の参与となる。明治四年、1871年、文部省出資と同時に、岩倉施設団理事官となり、欧米にわたって、教育制度の調査に当たった。帰国後は、 文部、大輔まで進み、学生実施と教育令制定を主導したが、明治十三年、1880年に、司法教に転じた。以後、参事院副議長、中位特命全権講師、中仏特命全権講師、数密顧問官、司法大臣を歴任し、晩年は再び数密顧問官を務めた。民六社会員、島崎闘村の長編小説、夜明け前や、 井上久志の儀曲、国語万年に登場する。終わり国名古屋城下に、終わり藩士の子として生まれ、長寿て、藩公、栄林堂で和漢古典を学ぶうちに、勤能思想に浸水した。成績優秀につき藩三与に取り立てられる。時あたかも幕末の動乱期であり、砂漠か尊能上以下で、終わり藩も一軒が二分したが、尊上派の近鉄組に属した。 徳川五三家という反論を論ずるにあたり大変な神経を使う。繁盛にもかかわらず、尊能上位の大道を解き続け、同僚の庭県、中村治む、後の名古屋市長らと共に、尊能上位県白書を過労法化内養殖者に提出。また、刑に足を運び彼地の尊能上位論者と頻繁に接触した。青松葉事件以後、 実権を握る徳川吉勝の右腕となって、反論の統一に尽力し、一役反の内外にその名を知られるようになる。慶応三年、1867年、王政復古の大号令を受けて、三余に任命、同日の正午初会議に、終わり反代表として出席した。慶応四年、1868年正月、官軍に調子。翌年、 大学御用係を拝命し、教育行政に携わるようになる。明治3年、1870年、阿波国で稲田騒動を勃発すると、特命を受けて現地に休校。関係者聴取の上で短日月のうちに報告書を上呈し、迅速な騒動を鎮定に大いに寄与した。明治4年、1871年10月、文部大進むになる。 岩倉県を施設に、文部理事間として随行、アメリカアマースト大学に留学中の新島城を通訳県上市とし、欧米の学校教育を見分する。帰国後、欧米教育制度を紹介した理事校ほど15巻を表す。明治7年、1874年、文部大介となる。外務卿。 ムツムネミツとともに、観測のため来日したメキシコ天文観測隊を、艦隊し、近代日牧国交の端所を開く。1876年、フィラデルフィア万国博覧会の視察を、兼ねて渡米し、アメリカ各州の教育行政の調査を実施した。明治12年、1879年、教育令を憲白。学生が廃され同令が施行される。 教育令は学生にある確一的なあるいは民生圧迫的な側面を退りけて、アメリカ式の地方主体の自由主義教育を基調とたもので、6歳から14歳の間における義務、就学期間をわずか16ヶ月とし、校舎を設けず教員の巡回で教育を行う、移動教育の導入、私立学校の解説認可制度を取り入れるなど、画期的なものをやや、 町村の教育負担を著ししく軽減した一方において、音楽取り調べ係を設け、伊沢修司らを欧米に派遣し、町長、霞覚悟家、ローレライ等のドイツ民謡を教育現場に取り入れると、共に音楽教育の近代化を図り、あるいは、伊沢と共に体操練習所を設置し、近代体育教育を導入なおかつ、日本人体の科学的調査を行い、 また女子校や幼稚園の開設に関与した。しかしながら、未就学児の増加並びに、いわゆる学力低下を招いたとして、政府内で批判が強まり、翌明治十三年、1880年、司法教に配置外となる。以後は、教育行政から遠ざかり、三次院議官、中イタリア講師、中フランス講師、数密顧問官を経て、明治二十四年、 1891年、反発職を薄めるために、薩長出身者以外の閣僚王との伊藤博文、山形有友らの要請を受け、第一次、松方内閣の司法大臣を拝命。あと、異改正任意に任ぜられ、死釈を授与される。明治29年、1896年11月12日、改正条約発行の準備のための、 改正条約施行準備委員会副委員長に就任した。明治42年、1909年、目白の自宅において65歳で没。子に、地質学者、田中赤丸、孫に、経済地理学者の田中カオルがいる。井上久志の議局、国語元年は明治7年、1874年の東京にある架空の文部管理の屋敷を舞台に登場人物が、 それぞれのお国なまりを喋ることで、構図化の興味をそそる作品であるが、主人公に、全国統一話し言葉制定取り調べを任命する、上席役人として、文部省有、田中藤丸閣下が登場する、厳密には、主人公が、田中閣下は攻防されたと発言を引用さる形。作中での田中は、激しい名古屋弁で、主人公を叱責する。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。